音楽アートミュージアム、感動の宝石箱。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、クラークです。ひろなです。はい、昨日はね、はい、私高尾に住んでるんですよ。雪が ね、はい、ね、10センチ弱積もりましてびっくりしましたね。今はほらこの清々しい太陽でね、はい、いい天気になりましたよね。はい、本日はねその青空のような素敵なゲスト、はい、藤幸之介さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、藤幸之介です。どうぞよろしく、はい、よろしくお願いします。藤幸之介先生はですね、はい、まあ本当にその作詞家としてね有名なんですが、うん、例えば、うん、相崎真也さんとか、はい、野口五郎さん、はい、榊原郁恵さんって言ったね、もう、そうそう、もうここに挙げるの石川さゆりさんとか、ね、彼らがアイドルしてた頃のね歌いっぱい書いてましたね。そうですね、もう桜田淳子さんとか、うん、たくさん1500曲ぐらいな、レコードになっただけで1500曲ありましたね。すごいですね。でその他に脚本家でしたり、そう、ミュージカルの脚本を書いて演出して、はい、楽しくやってます。すごく多彩な、ね、方なんですけれども、どうですか、そういう、ね、はい、デビューした廣野さんが、はい、私もデビューしたてなので本当にまだひよっこなんで、はい、もう本当に今日は先生がこれからです、はい、緊張してる、ね、そうですか、はい、まあ、いろいろ CM ソングとかテレビドラマ、はい、それから映画なんかもね、チンギスハンというね、映画の主題歌書いてましたね、はい、はいはい、もういろいろされてるんで、まあ主としたら、まあ、作詞家というか、そうですね、歌の詞を書いてみんなに提供して歌ってもらってという、うん、そういう仕事が多いですね、うん、なるほど。広野さんね、ここにね、はい、今ほら目の前にちょっとパネルがあるんですけど、ね、はい、先生これは何でしょうか。これはね、歌碑、歌を石に刻んでね、はい、これがあるんですが、これはこれダークザックスさん、ダークザックスが歌って、ヒットした絆という歌があるんですけども、はい、これがなぜ歌碑になったかというとですね、はい、木曽川の支流に溝川っていう支流がありまして、そこにダムを作るときにですね、はい、その川の上流の人と下流の人がいさかいを起こして、うん、はい、もう要するに、喧嘩ばっかりしてると、はい、そこで近くの町でダグダックスのコンサートがあって、はい、上流の人も下流の人も聞きに行って、はい、で最後の歌でこの絆という歌をダグダックスが歌いました。そうしたらそれを聞いた、はい、要するに客席のお客さんたちがですね、はい、涙を流したっていうのを、いい、ね、水資源なんとかちょっと忘れました、水資源関係のですね、はい、お偉いさんが目撃しまして、はいはい、よしこの上流の人と下流の人仲良くさせるためにはね、はい、この絆という歌を歌詞にして、はい、作ったらですね、はい、きっと仲良しになるだろうと思ってやってくれたんですね。これ歌詞になりました。除幕式にダグダックスと僕、招かれて行きましたね、はい、素晴らしい詩ですね、はい。広野さんどう思いました？いや、私すごい気になったというか、すごい心に来た歌詞がありまして、硬いか緩いかほどほどか、うん、その結び目が大事ですというところのフレーズが、なんかこう問いかけられたような気がして、はい、自分を見直そうとちょっと思いました。そうですね、硬、はい、すぎたり緩すぎてもダメでね、うん、はい、ほどほどの結び目を、はい、お互い心と心結び合いましょう。そうですね、最近気迫ですから ね、 ね、非常に、はいはいはい、先生もう一枚、ね、パネルがパネルが隣にありますけど、はい、これはメガネをかけたかメガネの男がいます。ヒゲ面のね、はい、大塚白道というシンガーソングライターなんです。はい、これはこの人はですね、はい、32歳でデビューして37で、はい、亡くなってしまいました、はい、たった5年間の、うん、いわゆる音楽活動なんですが、はい、ダスティン・ホフマンになれなかったよっていう、はい、その曲でデビューして、これ先生の、あ、僕の、ね、作のデビュー、彼はですね、たった5年間の間に100曲作っていったんですが、はい、その半分の50曲は私の作詞です。なるほど。で僕 の、 作詞歴の中でですね、はい、白道と作った楽曲がね、一番なんていうんですかね、油の乗ってるっていうか、はい、2人で作りながらやっぱり一生懸命作った時期だったなっていう、熱い時期っていうんですね、うん、思いますね。そうですね、なんかね、いろいろこう大塚白道さんの、はい、こう例え比喩があるんです。愛を歌う
吟遊詩人吟遊詩人って言ってますね、なんかありますね。はいはいはい、はい、そうですか。なんかね、亡くなられてからもそうです ね、 ですね、全国にファンがいまだにいらっしゃいます。未だにいらっしゃるって聞いたんですけど、ですからその後白道の作品を歌ってる白道シンガーっていう、はい、世の中に何人もいますが、はい、その一つその人たちが白道の歌をですね、歌い継いでくれて、はいはい、ファンの心を慰めてくれてるなっていうふうに思います。はい、楽しい曲でしたね、はい、ありがとうございます。これを高齢者ジジババ合唱団がね、うわーって歌ってくれたらね、元気出ると僕は思いますよ。死のうと思ってる人の心が心の大掃除ってね、おっしゃいましたね、心の大掃除ソングというふうに名付けたいと思いますね。いいですね、はい、なるほど。で、先生のですね、そのジジバ合唱団の、もう少し詳しい内容ってどんな感じなんですか？60代70代、はい、年齢限定で、はい、まず最初50名集めよう、はい、最終的に200名ぐらいの合唱団にしたいんですが、はい、6月、5月、4月、5月ぐらい、はい、募集をして、はい、6月ぐらいからレッスンを開始して、はい、でそのレッスンというか、はい、指揮者をですね、はい、目の前のこのクラークさんに僕はお願いしてるんです。クラークさん、この合唱団の指揮者として、はい、でコーラスの指導をしてもらいたいというふうに、はい、お願いしますけれども、クラークさん指揮者ですか？昔ですね、はい、学生時代に、はい、混声合唱の指揮者をやったことがあって、そうなんですか。一応ですね、はい、海外演奏とか、うん、やったことあるんですよ。そうですね、はい、もうですから、おじいちゃんおばあちゃんたちを相手にですね、はい、もう本当にいい合唱団を作ってほしいなというふうに。なるほど、ね、団長は僕です。はい、はい、よろしくお願いします。団長のもと、はい、私も何かお手伝いできれば、ゲスト参加でね、それはいいかもしれませんね。はい、はい、楽しみですね。楽しみですね、うん、やはり合唱というのは、まあ、いろいろ楽しんでね、はい、まあ、私は指揮者でしたんですが、まあ、技術的にもいろんなことを追いかけるのもそうですけれども、はい、やはり参加する方が、ああハーモニーって素晴らしいなとかですね、そういうことですね、こういうのを体験していただいて、まあ、今のこう乾いた世の中ですね、うんうん、もっと人に尽くしてあげようとか、うん、こういうことをしてね、うん、自分の心もこう癒されるわけじゃないですか、はい、やっぱり自分が自分がっていう方がね、ちょっと多いような気がしますね。でその意味での合唱っていうのは、はい、共同作業なんですね。ですからこうみんなで一緒に作り上げるという意味で、はい、非常にそのジジババ合唱団いいでしょ、周りの音を聞きながら自分で声を出すわけですから、はい、さっき言った共同作業になりますよね、はい、でしかも世の中へ世直しソングをメッセージするというね、はい、も先生社会貢献型合唱団っていうふうに私もですね、お手伝いできればと思っております。ぜひぜひ、本当今日はね、素敵なお話とありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ゲストは藤幸之介様でした。よろしく、どうもありがとうございました。お相手はひろなとクラークでした。失礼いたします。ありがとうございます。